ゆり子さんが現場にいらっしゃると、男性スタッフの方々はみんなちょっとこう、なんていうのかな、何言ってんだ俺、ダメだな。もう全部やめてしまえば、どんなに楽だろうとよぎった。皆さんこんばんは、本日はありがとうございます。本当に素晴らしい作品に、なっておりますので、一人でも多くの方々に、ご覧いただけたら嬉しく思います。皆さんこんばんは、本日はありがとうございます。素晴らしいスタッフキャストの下で、本当に素晴らしい作品が出来上がったと思っています。生配信も行っているということですので、よろしければご覧になっている皆様に向けて、あちら赤いこのパンフレットがぶら下がっているカメラが中央にあるんですけれども、あちらに向かって手を振っていただけますでしょうか。よろしければお願いいたします。はい、ありがとうございます。ぜひご覧いただいている皆様も最後までご堪能いただければと思います。ありがとうございます。本当にあまり自分役をこう引きずったりはしないんですけれども、オンとオフの切り替えはちゃんとしっかりできると思ってるんですけど、でもちょっと今回の作品は家に帰ってもかなり重たいシーンを撮った時とかですね、なんか2日間ぐらいなんかこう、うまくちょっと説明できないんですけど、結構ヘビーな気持ちがずっと抜けなくて、私生活でも結構苦しい時も、正直ありましたね。はい、もし自分だったら、もし自分が若子だったらとも思いますけど、まず私は自分が長峰さんだったらどうするんだろうってずっと撮影中考えていましたが、これは本当にこの作品見る方全員がそういう思いで見るんじゃないかなと思うんですけど、私はどうしても長峰さんを応援してしまいますね。応援というかその共感してしまいます。法によって裁かれない凶悪な犯罪というのをこう、そこに自分が自分の人生にそういうことが関わってきたときに、さあどうするのかっていうのは、この皆さん考えていただきたいなと思います。15年ぶりのご共演だったと伺いましたが、大きな支えになったのではないでしょうか。そうですね、私はその映画版のさまよい刃はもちろん拝見してるんですけど、その時織部さんだったんですよね、この今回三浦さんがやる。その竹野内さんが今度はその長峰さんをやられるという、それを聞いた時に、うわそうきたかと思って、作品が重いのはもう重々分かってるんですけど、そのエンターテインメントとしてとてもワクワクしてしまったんですよね。でも本当にこの長峰さんの役が竹野内さんで、また映画版とは全然違うその繊細なその痛みのようなものがひしひしと伝わってきて、はい、それを皆さんぜひ見ていただきたいと思います。こういった内容の作品だったので、すごくこう、重たい緊迫したそういう、撮影現場の日もあったんですけれども、でもゆり子さんが現場にいらっしゃると男性スタッフの方々はみんなちょっとこう、なんていうのかな、現場がこう和むというかですね、すごくこう何言ってんだ俺、ダメだな。明るくしてくださるんで、すごくこう私自身もこういう役を演じていて、ゆり子さんと一緒に、現場の空気をこう共有することができて、すごく心救われるものがありましたね。はい。